りがとうございます。旅する着物男子の馬尾真です。この旅行動画にぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。本作で関西福井編も7本目です。今回取り上げるテーマは一条谷朝倉氏遺跡です。かつて福井県を治めていた戦国大名越前朝倉氏の本拠地が一体どんな場所だったのか、ぜひ最後までご覧ください。それでは準備が整いましたので出発します。チェックアウト完了です。今福井駅に向かっていますが、今回の旅でキーワードになるものが越前旅はパスというフリー切符です。さあ信号が青です。急がなくては。福井駅やってきました。早速越美北線の乗り場に向かいます。北陸新幹線福井敦賀まで延伸だそうです。それも2024年春ですから待ち遠しいですよね。越美北線九頭竜線2番乗り場です。駅員の方に聞いたら九頭竜線の始発午前9時8分ということで、結構ゆるっと出発するみたいですね。2023年9月2日午前9時8分、福井駅出発しました。ご乗車ありがとうございました。まもなく中東谷です。一条谷やってきました。ちなみに周辺はこんな感じになってます。ここから先遺跡周遊バスがありまして、こちらの時刻表によりますとあと3分後9時38分に始発便出発するそうです。あ、バス来ましたね。嬉しい情報。2023年11月26日まで土日祝日に関しては無料だそうです。周遊バスに乗って一条谷やってきました。バスの運転手さんがいろいろ格式でこれの空もんなんだ。ヤシの入り口にあるあれをモデルにしてカラモン号という周遊バス、運転手さんのご説明で本当に感謝に耐えません。ありがとうございます。入場券を購入できました。入館に関しては330円かかるんですけれど、精神障害者手帳、障害者手帳を持っている場合は無料なんだそうです。一応僕は330円お支払いしましたけどね。これからガイドさんについていただきながら一条谷朝倉市遺跡、また駅の方へ徒歩で戻るような形で回っていこうと思ってます。職員の方々が本当に親切で、嬉しさなのに泣きそうになりました。ガイドさんの説明が始まりました。5代目の吉影子が1573年、今から450年前に亡くなりますので、ここが政治と文化の中心地、またその城下町にあったところと言われております。推定で 1.7 キロの間に2000軒のお家が建っておりました。で、この字の方をご覧いただきます。なんでこの原っぱの原っていう字がもともとあったものに対して「からっぱな原」という字も使われているんです。ガイドさんについていきながら越前朝倉市の歴史追体験していこうと思います。ここが上級武士の館跡だったんですね。映像では見づらいですが、敷地内にはいくつかの木枠が点在しています。これは当時の井戸の跡で、釈谷石というかつて福井県で採掘され、現在は取れなくなった石が使われているそうです。また、一条谷朝倉市遺跡では、1軒の屋敷から少なくとも1カ所、多いところでは複数の井戸が見つかっていて、深さは約3メートルから6メートル。すぐそばに川が流れているため、水は豊富にあったといいます。もともとここは田んぼだったんですよね。はい、原っていうのは皆さんご存知だったようです。ここにお住まいの方、3か所こうやって穴が開いておりますね。用途に応じて使い分けられていたろうというものです。屋根の上にこの石は風よけの石にあたります。屋根自身は木で引かれているんです。これは町人さんの屋敷にあたります。正面見ますと、当時の町人さんがお出迎えしていただいております。道路の補給と曲がって200メートル先見ることできないんですね。遠見遮断方式と言います。雪が埋めてきた時、どんな風になってるんだろうと思わせる作りなんです。室町時代の遠見遮断方式が発掘されて復元されているのはこの一条谷だけなんです。町人さんのお家に入っていきます。中の方入られますと大きな色があります。ライトつけても構いませんか？構わないです。深さが3メーターあります。これ石切りです。雪解け水ですとか大雨降ったりするとこの高さまで上がってきます。町人さんのうちの特徴っていうのはいくつかあるんです。具体的になっております。それから柱の方見てください。触っていいということなんで触らせていただいてるんですけど、そういえば江戸時代まではカンナが登場しなくて、カンナとかやりカンナですね。それから人の高さです。当時の男性の平均身長に合わせているということで、あまり高くはないんですよ。上の方も見ていただきますと、藁を入れてこねて半年寝かせてこのように作られております。この町並みですけれども、平成3年から平成7年まで約4年間かけました。長男やりかんが使いまして復元の方がされております。忠実に再現しようと復元したと。すごい努力。県民性めちゃ出てますね。のれんに染めと書かれておりまして、染め物屋さんの中入ります。大きな紙が1個置いてありますけれども、そこの半分から下ぐらいが張り付いた状態で発掘されているんです。今置かれているのは越前焼で復元されて、発掘物は博物館の方に置かれております。当時は5セットで藍染めの工程がなされる。そしてこちらの方で先染めをして、またここにあります蓋のあるものとは水が目だったのではということなんです。それからこちら玄関入りますとすぐに左手なんですけれども、お店屋さんだったのではということなんです。このお家は大家さんが持っていて、お住まいとしては別にあったのではという説も考えられるということなんです。ということで染め物屋さんでした。向こうの方にありますけれど、着付け体験できます。男性の方鎧かっぽ、女性の方おひなさまで体験できます。これは防火用の道路にあたります。上の方に見ると鉄塔が2本立っております。あの辺りに一条谷城あったらしいです。山城というのは守りのための砦ということで、お殿様が常駐されていた山城ではなかったのではということなんです。この山城は誰が守っていたかと言いますと、家臣の方、殿井と呼ぶところでお泊まりになって守られたろうということなんです。まだ中に入れるそうです。発掘物も当時はこの辺で置かれております。ベネチアグラスのかけらが出てきております。どうして入ってきたかというと、ここは中国と交易があったんです。政治とか白磁入ってきても不思議ではないだろうということなんです。両側の土塀、まっすぐではなくちょっと上の方広がっておりますね。全部広がってるから広く感じます。今中級武士の館に入ってます。あちらに段があるんですけど、あそこでお客さんをお迎えしたそうです。これが納屋です。使用人さんはこういったところでお住まいだったのだと思われます。こはいわゆる厠屋です。特徴的なのが金隠しということで、前を向いて用を足していたといいます。なぜなら当時は乱世であり、いつ戦闘状態になっても不思議ではないからです。一方で町には農家があった形跡が現在も見当たらず、ガイドさんによると遠方から農民がやってきて、物々交換で用を足したものを肥料として得ていたと推測されています。建物内に入ってすぐ右側、復元された台所があります。よく見るとまな板の上で鯛をさばいているようですが、これ以外にも当時の武士はサザエも食べていたと考えられているようです。土間を上がった部屋の奥に甲冑が2つあると思います。ガイドさんの話では、右側の金色に輝いて見える甲冑がレプリカで、左側は段ボール製の寄付されたものだそうです。隣に目を向けると何やら将棋を指しているようですが、ここでもまた興味深い話を聞きました。それは現在にはない駒の存在。名前は水蔵といい、駒を置く位置は王将の前。敵の陣地に入るとひっくり返って大使と名を改め、どの方向にも行ける駒になるそうです。またこの駒を使う当時の将棋は朝倉将棋とも呼ばれています。甲冑の左側には刃渡りがとても長い刀の写真と、合戦の様子を描いた屏風絵らしいものが見えます。刀の名は太郎たちといい、かつての所有者は真柄十郎左衛門直隆。身の丈は軽く2メートルを超える豪傑で、朝倉氏には客商として仕え、一方の屏風絵に描かれているのは織田徳川連合軍と浅井朝倉連合軍が現在の滋賀県長浜市で激突した姉川の戦いで、真柄十郎左衛門直隆は馬上から哀刀を振るい、獅子奮迅の活躍を見せたものの、奮戦むなしく打ち取られたそうです。その後、彼の刀は戦利品として敵方に持ち帰られ、現在飛鳥神宮にあると言います。貴重な展示品と深い話を聞いたところで、屋敷の外へ出ると離れ座敷を紹介されました。主には客人をもてなしたり、屋敷の主人自身が茶を楽しむ茶室として使われていたそうです。特に注目したいのは、部屋を仕切る敷居の溝が3つあること。これは三本敷居といって、2枚は板戸、1枚は明かり取り用の障子戸という使い方がなされ、個人的な感想にはなりますが、毎年厳しい冬と向き合ったであろう一乗谷らしさのようなものを不意に感じました。移動中にガイドさんからこのようにインスタ映えする場所を教わりつつ、織田軍によって3日3晩焼き払われた時のその生々しい痕跡を見ることができました。次はこちらの建物の中へ。ガイドさんについていくと、室町戦国期の一乗谷を再現したジオラマがありました。サイズダウンしたことにより、在りし日の一乗谷を俯瞰でき、町を守る防衛策としての遠見遮断方式をよりイメージしやすく理解できた気がします。ジオラマのすぐ近くには朝倉義景自生の句があり、漢詩で書かれたその内容は、七転抜刀、四十のうち他なく自なく、四代元より空。安君と評価されがちな義景ですが、41年の生涯はきっと波乱と困難に満ちていて、彼なりにもがき苦しんでいた心情が読み取れます。才能に秀でた義景はもちろん優れた和歌を残しています。君が代の時に愛合う糸桜、いとも賢き今日のことの葉。これは1568年に将軍になる前の室町幕府最後の将軍足利義昭を一条谷の庭園や寺院に招いて歓待した時に詠んだものとされ、義景のもてなしに感激した義昭はこのような和歌を贈ります。もろともに月も忘れな糸桜、年の長きちぎりと思わば。糸桜とは現代でいうところのしだれ桜ですが、当時は垂れるという言葉にマイナスのイメージが先行して、しだれ桜を糸桜と言い表したそうです。同時に両者の和歌からは末長い付き合いを望む心が伺えます。しかし、一刻も早い上洛を望む足利義昭が一条谷に滞在したのはわずか10ヶ月ほど。感謝の気持ちを記した御内書を残し、越前を去ります。義景が義昭の期待に応えられなかった理由は主に2つあると言われていて、一つは京都を実効支配する三好政権と戦うことにためらいがあったこと、もう一つは寵愛する嫡男熊木見丸と最愛の側室小宰相を相次いで亡くし、失意の真っ只中にあったこと。特になかなか男子に恵まれなかった義景が熊木見丸を失った悲しみは深く、これ以降政治への意欲関心を失ったそうです。それからたった5年で越前朝倉氏は滅亡してしまいました。福芸町並みを一通り見終えたので、今度は一条谷川に沿って橋を渡り、越前朝倉氏の歴代当主が暮らしたとされる朝倉館跡に向かいました。周辺は堀に囲まれており、一条谷川から直接引いた水の中で鯉たちが元気に泳いでいました。唐門の手前には餌が100円で販売されていて、当然ながら鯉に与えることもできます。いよいよ朝倉館跡の象徴たる唐門の前まで来ました。ところが時が経つのは早いもので、あっという間に1時間が経過し、ガイドさんにこうやって教えていただきながら史跡を巡ることでもっと詳しく学べるんで、感謝でいっぱいです。もう一度改めて言います。今いる場所は朝倉館跡、この中に江戸時代になってから福井藩のお殿様の命令で作られた義景公墓所ありますので、そちらをお見せしたいと思います。ここが義景公の墓所です。ここに納骨はされていません。もう少し近づいてみましょうか。ここに朝倉義景の御霊が眠っています。朝倉氏の繁栄も終わりの時が来ます。織田信長との熾烈な戦いに敗れた朝倉義景、その41年の生涯に幕を下ろすきっかけとなる人物がいます。その人物が住んでいたとされる館跡、今から訪ねてみようと思います。だだっ広い原っぱのような場所が見えてきたんですけれども、ここが朝倉景明館跡、周辺は原っぱのような感じです。なんで朝倉景明が朝倉義景を裏切ったのか、知っている範囲で説明をさせてください。この一条谷には足利義昭が滞在していたんですけれど、同時期に嫡男、そして嫡男の実の母を亡くしてまして、そんな状況の中、姉川の戦いで浅井長政と連合を組んで織田徳川軍と戦ったんですけれども、負けました。その後比叡山焼き討ちにも一枚義景噛んでますから、比叡山を焼かれて朝倉氏はますます衰退の道をたどることになります。景明としては不甲斐ない義景に巻き込まれて命を落とすようなことになってはたまったもんじゃないっていう気持ちがどこかであったのかもしれません。そういった事情もありまして、土壇場で義景を裏切って今の大野まで追いやり自害させたと僕は聞いています。朝倉氏も下克上によって成り上がったと聞いていますから、歴史の皮肉といってはなんですけれども、なんだか悲しい結末に思えてならないですね。今回の動画どうでしたか？ぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。次回で関西福井編、とうとう最終回です。悲劇的な結末を迎えた朝倉義景と柴田勝家とお市の方、彼らの人生の終わりの場面を追体験する旅をしようと思っていますので、ぜひご期待ください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。